こんにちは、気分屋ケチャップです。長野県白馬村にあるグリンデルに行ってきました。開店は11時半からで、私が行った時はランチのみの営業とのことでした。1時間ほど待ってようやく入れました。ベーコンステーキ定食とチーズハンバーグ定食を頼みました。お持ち帰りできるものもありました。今まで食べてきたハンバーグの中で一番美味しかったです。左上に映ってるポテトサラダは甘くてなんか不思議な味でした。自家製ベーコンステーキももちろん美味しかったです。いただきます。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。